4月20日、東映アニメーション公式から重大発表が。ヒーリングとプリキュアは放送を延期させていただきます。うぷ主さん、気持ちはわからなくもないけどさ、こうなるとは思ってたでしょ？いや、わかってたよ。こうなることは覚悟してたよ。でもいざその時が来るとやっぱりショックなんだよ。まあしょうがないって、世界中がこんな状況だし。わかってますよ。制作者の皆様の安全が第一だからね。一日でも早く事態が収束して続きが見れることを祈ってます。はいはい、それじゃあ今回も始めましょうか。了解、今回紹介する映画はこちら。バイオハザード、ザ・ファイナル。人気ゲームの実写かね。バイオハザードの実写映画シリーズ第6弾で、アリスとアンブレラ社の最後の戦いを描いたシリーズ完結作だね。監督と主演は引き続きポール W.S. アンダーソンとミラ・ジョボビッチだよ。この前まで3分レビューでやってたシリーズね。これでようやく最後か。今回は3分じゃないのね。最初は3分でやろうと思ったんだけどね。言いたいことが多すぎて絶対に収まらないと思ったので普通にやります。なんかもうこの時点で今回の内容がお察しなんだけど。はい、もちろん酷評ですよ。もう警告しておきますね。今回もボロクソに言うのでそれが嫌な人はここでブラウザバックしましょう。酷評でもいいという人だけこの先をご覧ください。そういえばうぷ主ってバイオはどれぐらいやってるの？そうだね。改めて僕のバイオ歴について話しておくと。僕は実写版の1作目をたまたま地上波で見てからハマった人間だよ。ゲームは4以降はほとんどやってるかな。この前発売したばかりの3のリメイクもやってたしそこそこのファンだよね。僕にとってはゾンビものというジャンルの入り口になったシリーズだけあって思い入れは結構あるんだよね。実写版も1作目はかなり好きな作品だし、いろいろ文句言いながらも割と楽しんで見てたんだよね。4作目までは。あ、はいはい、やっぱりこの流れになるよね。もう5作目以降はどうしてこうなったとしか言いようがないからね。今回のザ・ファイナルも徐々にダメになっていったシリーズのある意味集大成としてしっかり過去最低という見事な完結編ですよ。ここまで見事にダメになっていくともうすっきりするぐらいだね。もう開始早々からすごいもん。オープニングは恒例のアリスのナレーションによるあらすじ紹介なんだけど、今回はシリーズ6作目にして初耳の情報がいきなり来る。D ウイルスとはジェームズ・マーカスが娘のアリシアの病気を治すために作ったものであることが明かされる。あれ、それなんか前に聞いたことがあるわね。確か D ウイルスってアシフォード博士が娘の病気を治すために作ったって2作目で言ってなかったっけ？そう、開始わずか数分でいきなり過去作と矛盾してるんだよ。他にもレッドクイーンはプログラマーの娘がモデルのはずなのにアイザックスが作ったことになってたり、2作目で発射されたミサイルはアンブレラじゃなくて政府が発射したことになってるし、始まってすぐにこのざまなわけよ。最初から悪い方向に飛ばしまくってるわね。そしてそのオープニングが終わっていざ本編が始まったらこれまたバイオ映画恒例の前作のラストのあれは廃終了スタートだね。バイオ映画ってラストに次回作の展開を暗示する終わり方するけど大体次回作のスタートで台無しにするもんね。4作目では前作で登場したクローンと超能力を全てパーにするし、5作目ではアルカディアへ攻めてきたアンブレラとの戦いは冒頭で即終了。それでもある程度は見せていた前2作と比べて今回はホワイトハウスでの戦いは一切見せずもう終わったところからいきなりスタート。前作までの雑だった部分がさらに雑になってるんだ。もうこの冒頭からしてシリーズ最低の作品になることをめちゃくちゃ示してるわね。ちなみに原作キャラの扱いのひどさには定評のあるこのシリーズだけど、今回もしっかりそこは継承されてるね。前作で登場したジル、レオン、エイダや4作目に登場したクリスは原作でも屈指の人気キャラなのに本作では影も形もない。小説版の方では前作との間を補完するエピソードが描かれてて、そっちでは全員死亡したことになってるみたいだね。多くのファンがいるキャラをこんな雑に処理するってある意味すごいわね。クレアとウェスカーだけはお気に入りなのか登場してるんだけど、まあ雑な扱いなのは相変わらずだよね。もうここまで来ると監督のバイオへの愛がちゃんとあるのが疑わしいレベルね。ぶっちゃけほとんどないと思うよ。このシリーズって結局のところ奥さんであるミラ・ジョボビッチをいかにかっこよく見せるかという部分に特化してるから。だから周りのキャラはほとんど引き立て役になってるしアリスのアクションにばかり力が入ってる。しかも本作ではレッドクイーンを演じてるのは監督とミラの実の娘だからね。そして前作では敵だったレッドクイーンが本作では味方になるというもうすがすがしいほどの娘びいき。演じるのが娘になった途端に威圧化してるとなるとそうとしか思えないよね。本当に大人までに監督の家族 PR 映画になってるわけよ。別に自分の家族を魅力的に見せるのは悪いことではないんだけどさ。これはバイオハザードの映画化なんだからバイオの魅力を見せてほしいんだよね。家族愛なら別のオリジナルの映画でいくらでも撮ればいいじゃん。家族を見せるためにバイオというコンテンツを踏み台にされたらバイオファンとしては納得できないよね。確かにね、家族を見せつつバイオとしても面白ければ話は別なんだろうけど、ここまで露骨だとバイオファンは怒っても不思議じゃないよね。もうこの辺は文句を言ってたらキリがないから先に進むけど、一応本作は前半ぐらいはまあそれなりに見れるとは思うよ。アリスが戦車に引き回されながらゾンビに追われるところとか結構好きだし、
その後クレアと合流してからのゾンビの大群との戦いは悪くないと思う。大量のガソリンに火をつけてゾンビを一気に倒すところとか爽快だったしね。確かにこれは派手でいいよね。完結編らしく景気よくやってる感じで。ただし見せ場の作り方はいいけど他がダメダメなのがバイオ映画。今回も他のところでしっかりがっかりさせてくれてるね。はいはい、知ってた知ってた。今回は特にキャラクターの扱いのひどさは原作キャラに限らず飛び抜けてひどいと思う。本作でアリスの仲間になるキャラたちの適当さは凄まじいね。ぶっちゃけクレアとあと一人を除けば多分誰も記憶に残らないと思うよ。みんな大して目立った活躍もないし。後半の舞台である廃部へ入るともう作業のように一人ずつ殺されていくから。それは今までも割とそうだった気もするけどね。そうだね。でも今回は本当にキャラクターを描くというのを放棄してるようにすら感じる。今までは本当に最低限のレベルでもキャラの性格とか個性を描いてはいた。でも今回はそれすらなくなったと感じた。特にどうかと思ったのがクレアの仲間の一人にアリスをなかなか信じず反発し続けてたキャラがいたんだけど、そういう嫌な奴って後で思い直していい奴になるとかいっそのことクソ野郎のまま盛大に死ぬかだと思うんだけど、本作だとなぜか中盤の戦いを乗り切ったらいきなりアリスにお前を誤解してたよ、とか言って改心して、気づいたら意味もなく死んでたんだよね。いやいや適当すぎでしょ。そう、改心するのも適当だし殺すのも適当。せめて殺すなら殺すでみんなのために犠牲になるとかベタでもやり方はいくらでもあっただろうに。もはやそれすらないんだよね。途中のトラップとかも思いつきで入れたような適当なものばかりだし、無駄に余ったキャラを在庫処分みたいに殺してるようにしか見えないんだよね。そういえばこの作品って日本からローラが出演してるんだよね。その扱いはどうよ。あれを日本へのサービスだと思ってるなら監督の正気を疑うね。セリフはほぼなし、仲間の中で真っ先に死ぬというひどい扱いだよ。日本人へのリスペクトもなしか。ただローラ自体はしっかりバイオの世界に溶け込んでてよかったと思うよ。多分事前情報がなければローラだと気づかなかっただろうし、彼女に罪はない。悪いのはこんなずさんな扱いをした監督だから、後半戦に関してはもう突っ込みどころだらけでいちいち指摘してられないね。さっきも言ったけど仲間たちは作業のように適当なトラップで殺されていくから何の感情も湧かないし、取ってつけたような別になくても困らないクリーチャーとのバトルとかあるし、いざクライマックスに入って衝撃の事実とか明かされても、は。って感じだよね。前作からそうだったんだけど、このシリーズのクローンは何でもありすぎて全てがどうでもよくなっていったんだよね。昔のアイザックスが実はクローンで本物がラスボスとか言われても正直アイザックスじゃインパクトが弱いしね。普通に考えるとラスボスはウェスカーの方が適任よね。原作では一番の悪役だし、実写でも前作までかなりの強キャラだったし。でも今回は戦うところは全くなしで死に方もびっくりするぐらいしょぼい。あまりの小物感である意味このシリーズ一番の驚きだったよ。あとついでにクレアも特にいる意味はなかったね。戦いでも大して役に立ってないし、監督が好きだからなのかとりあえず登場させて生き残ったというまさにいるだけの存在だった。そういえばクレアの仲間に一人スパイがいるってやつがあったけど、それの見抜き方が生き残ってるからなのは爆笑だったね。まあ確かにそうだけどそれはいろいろ投げてる感じがするわね。一応終盤のアリスの追い込み方は悪くなかったと思う。でもその乗り越え方に特に深みがあるわけでもないし、いろいろ都合のいいことばかりで決着のつけ方に関しては呆れたね。アイザックスの死に方とかもすごいしょうもなかったし、ゴーウイルス剤とかもどんだけ都合がいいアイテムなんだよって思ったけどね。ワクチンとか3作目までは出てたけどいつの間にか忘れられてたわね。そもそも今回の話って48時間以内にゴーウイルス剤をまかないと生き残ってる人類は絶滅するとか言ってるけどさ、生き残ってる人たちがどういう状況なのかを全く見せてくれないからいまいち危機感が出ないんだよね。例えば今まさにゾンビの大群に囲まれて必死に戦ってるところを見せてくれればまだわかるじゃん。そして絶体絶命のところに抗ウイルス剤の効果が届いて奇跡の生還やったとかならいい終わり方だよね。そういうところを全然見せてくれないのが残念な作品なんだよ。しかもワクチンの効果が世界中に行き届くには時間がかかるとか言ってるから、じゃあ効果がすぐに来ないところは全滅してるんじゃね、とか嫌なことも考えちゃうしね。最後もなんかちゃんと終わったんだから終わってないんだかいまいちわかんない感じで終わったし、エンドクレジットのラストでいきなりあれが来たもんだから、まさかまだ続けるつもりなの。って全然スッキリしなかったんだ。なんかもう潔く綺麗に締めてほしいよね。まあとにかくストーリーは最後の最後までボロボロだった。となるともう見どころはアクションぐらいか。ところがどっこい今回はそのアクションすらボロボロなんだよ。本作のアクションはもうとにかく編集が細かいわ、暗い場所が多いわ、カメラがグラグラ動くわで見づらくてしょうがない。前作もちょっとチャカチャカしすぎな感じはしてたけど今回ははるかにひどくなってる。なんで今さらユック・ベッソンの B 級アクション映画みたいなダメなアクションになっちゃったのか理解に苦しむよ。数少ないこのシリーズの美点すら自分から切り捨ててて、もうどうしようもないね。
この作品のわずかな取り柄も捨てちゃうってマジでいいところないじゃん。そうなんだ、まさに少しずついいところが消えてダメになっていったシリーズの末期の状態だね。計画性もなくダラダラと続けた結果、原作へのリスペクトもなく監督がやりたい放題やったことでどうしようもない終わり方になった。まあこの作品最大の功績は何かといえば終わらせたことだね。これ以上続いたら本当に地獄だったと思うし。でもこの監督次はモンスターハンターの実写化をやるんだよね。しかもまた奥さん主演で。いやもうマジで不安しかないよ。僕はモンハンはもう全くやってないけど、一時期はそれなりにハマった身でもあるから今回みたいな結果になったら悲しいね。まあでも実際に見てみないとわからないからね。監督実はモンハンの大ファンで愛あふれる作品になってるかもしれないし。そうだね、可能性はないとは言い切れない。ちゃんと原作への愛を感じる作品に仕上げてほしいところだね。公開されたら僕も確かめに行ってくるよ。それではまとめです。ある意味この徐々にダメになっていったシリーズの完結編にふさわしいダメさ。過去作とも矛盾しご都合感と適当さに溢れたストーリー。原作、オリジナルに関わらずずさんなキャラクターの扱いにとにかく見づらくてしょうがないアクションなど、前作までのダメなところがより強化されたような作品でした。このひどさを見届けたい方はぜひご覧ください。僕はおすすめしませんが、それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。